孫悟空選手対ヒット選手、いずれも腕に覚えのある実力派同士の戦いです。どちらだ、これまで互角の展開を繰り広げております。次回の選手と交代です。勝敗の行方は全くもってわかりません。仙台ものすごい攻撃です。ここで控えの選手が助けに来ました。さて、スピードの自信が遅い。勝敗の行方は全くもってわかりません。一気に距離を詰めた。オーダー宙を飛んだ。覚悟しろ。もうすごすぎて言葉になりません。あっと、ここで後退だ。なんとかこらえていますが、ダメージは隠しきれません。私の目には全く見えません。決まった。捕らえられずダウンしました。はい、では試合を再開してください。ダメだ。宙を飛んだ。ダメだ。消えた。あ、現れました。ついてくる。ついてくる。もうすごすぎて言葉になりません。ダメージが残っているのか。肩で息をしております。真横ぶっ飛んでいきます。ついてくる。調子に乗り上がって。ダメージが残っているのか。肩で息をしております。銃を飛んだ。ダメージが残っているのか。肩で息をしております。ダメージが残っているのか。肩で息を決まった。捕らえられずダウンしました。これは俺の出番だ。ここで交代だ。距離を詰めた。ダウン。ダウンしました。俺が一人いればよい。さあ、早い。上に飛ばしました。甘いよ。銃を飛んだ。ダメだ。見せてみろ。さあ、行くよ。ダメージが残っているのか。肩で息をしております。調子に乗りすぎたようだ。ビエルス選手、恐ろしいまでの圧倒的強さで勝利。